王道ジャイアント馬場の突然の訃報から91日、全日本プロレスの将来を一身に託された三沢光晴も今日この一戦の持つ意味を肌で感じています。力道山という山から染み出したプロレスという一滴は世界の巨人ジャイアント馬場によって王道という大河になりました。果たしてこの大河の流れが三沢が率いる新全日丸にとって前途洋々たる大海原となるのか、あるいは荒れ狂うしけの大波となって襲いかかるのか。時代と人が変わってもいつもそこにはプロレスがありました。ジャイアント馬場が力道山から託されて大切に育ててきた究極のストロングスタイル、王道プロレス。今日の三沢の三冠戦は三沢一人の戦いではありません。まさに王道継承、全日本の明日を背負った戦い、そのリングに、東京ドームのリングに今三沢光晴が立ちました。試合前に労働プレイヤーズ PWF 会長より選手権試合宣言でございます。こんばんは。 Tonight's International Heavyweight Championship for the Pacific Heavyweight Championship and the United National Heavyweight Championship here at the Tokyo Dome between the triple champion Vader, United States of America, and his worthy challenger Mitsuharu Misawa of Japan.The winner will get these championship belts. This great event is sanctioned by the Pacific Wrestling Federation. どうもありがとうございます。この試合が三冠ヘビー級選手権試合であることが PWF ロード・ブレアス会長から読み上げられました。この三冠タイトルは今を遡ること10年前4月の18日東京大田区体育館でジャンボ鶴田が釜山ハンセンを下してインターPWF、UN の3つのヘビー級タイトルを統一したものです。そしてその統一戦以来この10年でなんと今日が記念すべき60回目の三冠戦です。3本のベルトがベイダーから本部籍ロード・ブレアース会長に返還されました。果たして戦いを終えてこの3本のベルトを手にしているのはベイダーか、それともこの三沢か。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。ラオコーナー挑戦者255ポンド三沢光晴、王道継承、その存在が明日の全日本プロレス三沢光晴。中コーナー三冠ヘビー級選手権者370ポンドベイダー、王道粉砕皇帝戦士ベイダーチャンピオンです。ジャイアント馬場引退記念興行号店に東京ドーム三冠戦三沢対ベイダー、まもなくゴングです。三冠タイトルが統一されて60回目の三冠戦は馬場のいない東京ドーム大会ということになりました。チャンピオンベイダー、そしてチャレンジャー三沢、馬場はシストも王道施設、全日本プロレスの全てをかけた三沢の戦いが今始まりました。60分の一本勝負、ジャイアント馬場引退記念興行号店に東京ドーム大会三冠統一ヘビー級選手権試合、チャンピオンベイダー、チャレンジャー三沢です。序盤戦、まず両者注目していきましょう。まだコンタクトしません両者。グリーンのロングタイツ、日本人レスラー三沢光晴、背中、大きい背中がベイダーです。ベイダーハンマーを繰り出していきます。攻守ところを変えました。エルボーまとめて打ったベイダーハンマー、距離を取ります。さて放送席はゲストに南原清隆さん、そして解説は週刊ゴンから竹内康介さんです。まず南原さん、はい、注目の一戦だと思いますが、あのもうベイダーがですね、もう最初からマスク取ったじゃないですか、はい、
もう集中力が現れてますね、もう最初から仕留めに行くぞというね、この試合にかける意気込みが伝わってきます。はい、そして三沢、この三沢も今日はいろんな意味背負ってると思います、南原さん。そうですね、新しい全日本の第一歩ですからね、ぜひ三冠ベルト取り返してもらいたいですね。それはおそらく今日超満員の6万5000人の観衆みな同じだと思います。そして竹内さん、今日の三冠戦はいつもの三冠戦と大きく意味合いが違うと思います。それとですね、今ベーダーの入場を見てましたね。ベーダーの腰に秘めたベルトですね、あれは馬場さんが1965年に取ったインターのベルトでしたよね。はい、そのベルトがベーダーの腰に巻かれているということにね、やっぱり日本のファンは悔しさを感じますよね。そうですね、そういう面で今日の三沢はね、もう理屈抜けです、勝つしかないですよね。その馬場さんが巻いていたインター、それからゆかりの深い PWF、 このベルトを取り返す、そして UN ヘビー、3つのタイトルを取り返す、これが今日の三沢光晴の至上命題。そして明日の全日本プロレス、王道を守るべく三沢はいろんなものを背負って今日の戦いに臨んでいます。まず序盤戦、ベイダーがバックに回って引っこ抜こうというところでしたが、三沢これは大きなダメージは受けておりません。さて、そういう勝負の意味では竹内さん、ここはどこに見どころを置いたらいいでしょうね。これね、そのどっちがどの程度の段階で勝負をかけてくるかって非常に難しいところですけどね、過去のデータをちょっと分析していますとね、三沢はやっぱり外人対決の三冠戦の場合ですね、大体25分平均というのはやっぱり圧倒的に多いわけですね。なるほど。ですから20分から25分ぐらい、非常にベーダーは最近のシングル戦を見てますとね、やっぱり15、6分時代、このあたりが一つの勝負だと思いますね。なるほど、ベイダーアタック、お、これ三沢受けました。さあ三沢ロープに飛んだ、ベイダーアタック、これは倒れました、テイクダウンした三沢。その試合時間という話がありましたが、過去この2人は先のチャンピオンカーニバル公式戦で対戦しております。3月28日春満開、桜満開の名古屋大会でした。10分52秒、三沢が集中力を発揮して勝利を収めております。あっと、しかしベイダーハンマーの前にちょっと腰から砕けました。肉体自体が狂気ですね、ベイダーは。これはいろんなレスラーに聞きますと、このベイダーハンマー、こう丸田棒で横っ面を叩き割られるような衝撃だそうですね、竹内さん。なんか小手先で打ってるようには見えるんですけどね、その体重から繰り出すわけですからね、その破壊力はちょっと破壊しれないですね。はい、ただ1.15 横浜で小橋が敗れ、そして 3.6 田上が敗れましたが、三沢は3月にベイダーに勝っています。ベイダーアタック、そしてあーっとラリアット、エルボーだ、放送席前、ロープレイクです。三沢ここは落ち着いています。このベイダーはちょうど1年前の 5.1 東京ドーム大会で全日マット初登場、ハンセンベイダー組対小橋エース組で試合がありました。この時はハンセンがフォールされて敗れておりますが、その後去年の暮れ世界最強タッグではハンセンと組んで準優勝、横浜で小橋を粉砕、 3.6 日本武道館では当時空位になっておりました三冠王座決定戦で田上を下して22代三冠チャンピオンに君臨しております。今日が初防衛戦、キック三沢、エルボーです。もう一発、三発目かわされた、おっと、しかし後がありました。そしてセカンドロープ、あー、コーナーから落ちました。これはダメージが心配です。あの状態から飛べると踏んだんですけどね、飛ぶ前に叩き落としたのはベイダーでした。これは恐ろしい戦いになりました。5分経過です。60分の一本勝負、お、そして鉄柵の外だ、ベイダーも並々ならぬ決意、危ない危ない、鉄柵のさらに外、お客さんと隔てている鉄柵へ三沢を打ちつけました。ご覧のように鉄パイプでできているこの鉄柵、三沢のダメージはどうか。この東京ドーム大会はジャイアント馬場引退記念興行、ジャイアント馬場のゆかりのフライ、深いインターヘビー、それから PWF、そして UN ヘビー、三冠統一ヘビー級タイトルマッチ、序盤戦三沢苦しい戦いです。チャレンジャーの三沢、場外で引っこ抜くか、ベイダー
三沢もこれはよーく耐えていますが、ハンマーを入れられたベイダーハンマー、あっと三沢体勢が浮いた、危ない、ベイダーハンマーです。ヘッドバット、そして小手、さらに小股に挟んで、これだ、高角度、竹内さん、これは序盤戦三沢苦しい戦いですね。三沢も場外で踏ん張ったんですけどもね、やっぱりパワーが上回ってますよね、はい、南原さんも数々のプロレスファイトを見ていらっしゃると思いますが、さすがにこの序盤戦のダメージ、響かないといいんですけどね、あのベーダーは非常にプロレス会場を使うのがうまいじゃないですか。なるほど、あそして今度はビッグバンクラッシュ、障害、しかもエプロンからですからね、通常以上に高さ、その対空時間、十二分にエネルギーを貯めてのビッグバンクラッシュです。ただしアバラのあたりですよね、心配なのがね、実は先のチャンピオンカーニバルでもこのベイダーと対戦した新崎人生、あばら骨を公式戦で折られるというハプニングがありました。三沢にとってただ好材料はそのチャンピオンカーニバルでこの全日本プロレスの日本人レスラーとして初めてベイダーからホールを奪っているということです。ただあの戦いも序盤は押しに押されました三沢、あーラリアット、これも食ってしまった。竹内さん、あのチャンピオンカーニバルの公式戦は、はい、一発逆転ランニングエルボーでしたね。ただですね、あの勝ったことによって逆にベイダーは警戒心を深めてるわけですからね、さらに今日はパワーアップしてくると思うんですよね、はい、これが逆に怖いですね、もちろん三沢もこのベイダーから2つ連続、あーっと垂直落下、垂直だ、1月22日相手は違いますがこの垂直落下のブレインバスターで三沢は川田から三段ベルトを奪われました。さあもう一発、二連発だ、三沢ピンチ、そしてビッグマンクラッシュ、三沢大ピンチ、反発、今はまさにベーダータイムですね、まさに南原さんのおっしゃる通り、三沢ここまでいいところがありません。しかし今日この三沢の三冠戦は三沢一人の戦いではありません。ジャイアント馬場が今日引退しました、通算5759試合、そのジャイアント馬場の引退に花を添えるか。三沢今日ベイダーを破ってタイトル奪取となりますと5度目のタイトル奪取ということになります。今年の1月以来、過去三沢は第10代、14代、17代、22代と過去4回三冠チャンピオンに輝いております。そして連続防衛8回という記録も持っている。三冠戦の通算成績は23勝6敗、勝率7割9分3厘。竹内さん、はい、そうしてみますとこの三沢の歴史はトリプルクラウン三冠戦の歴史でもあるわけですね。まさに三冠の歴史はもう今や三沢の歴史になってますから ね、確かにベイダーにパワーがある、そしてスピードもありますが、三沢にもトリプルクラウン過去4回輝いた意地、何より新生全日本プロレスを背負っているプライドがあります。さあ三沢エルボー、エルボーです。放送席前、大きくしなるロープ、三沢いった、ベイダー落ちた、ベイダー落ちました。放送席前、三沢が、ベイダーがちょうど前、ちょうど私の前、三沢が私に向かってベイダーに飛んでいった。10分経過で形勢逆転。さあ竹内さん、ここからですね、ここからどういう攻撃につなげていくかですね。アイスとしてエルボーです。しかしこれは場外、ここで抑え込んでもホールは奪えません。さあどうするか、先頭だ、場外で先頭、南原さん、はい、しかし三沢にも勝機が見えてきましたね。あの三沢選手は非常に粘り強いじゃないですか。伸びです、伸びです、はい、これからの巻き返し期待できると思います、しかし三沢もちょっとお腹のあたりを抑えている。先ほどの場外戦でもビッグバンクラッシュを食らいました。三沢の肋骨のこのダメージ具合が心配ですが、さあどうでしょう。
そしてミサー青コーナーです。ミサーもこのリングを十二分に使ってくる。ミサイルキック、対空時間たっぷり、高い打点でした。バックを取った、ベイダーを投げた、ジャーマンスープリックス、綺麗に投げましたね。そしてカバーです。おっとおっとおっと、しかし南原さん、はい、投げましたよ。綺麗に投げました、投げました、投げました。あんなに綺麗にベイダー投げられたの初めて見ました。はい、過去ババもブッチャー、ハンクス、それからハリーです。エルボー、そしてフリースラム、軽々と投げた三沢、どこにそんな力があるのか。そしてニュートラルコーナーのセカンドロープから照準を定めてデモードロップ、カバーです。しかし竹内さん、先ほどのジャーマンを見てますと、はい、もしかしたらこの試合三沢まだまだ投げられそうですね。まだなんか投げ技で勝負してくる可能性ありますね。チャンピオンカーニバルでは打撃技でした。あーっと、カウンター顔面蹴り、顎の先端にヒット、ロープに飛んだ、エルボーかわされた、バックドライバー、バックドライバー、三沢落とされた。ベイダーも左肩ですね、一発で返しますからね、ベイダー、はい、ですね、これがあります。ベイダー、コロラド州デンバー出身、ベイダー、近くにはロッキーマウンテン、まさにその山頂から落としました。そしてベイダー、おーっと、そのまま前に投げましたが、これは三沢ダメージはどうでしょうか。しかし後ろを取られた、三沢危ない、引っ込めちゃった、ジャーマン2発目、そしてビッグバンクラッシュ、三沢返せ、これはもう1万6500人みんな気持ちは同じ、今日の三沢は一人ではない。三沢の後ろには何よりもジャイアントババ、そして6500人、いや全国のプロレスファンがついています。しかしリングの中央を引き戻された、おっと、今ドライバーか、タイガードライバー、ベイダーが打った、ベイダーが、三沢大ピンチだが、いつの間にこんな技覚えたんですかね、しかも投げっぱなしでしたよ。はい、皆さん申し上げておきます、タイガードライバーは三沢の得意技です。これをベイダーが打ちました。竹内さん、しかしベイダーもそれほどまでに考えていたということですね。そうですね、本当とんでもない怪物ですよね。はい、しかしこれをしのがずして、明日の全日本プロレスはありません。王道、それはジャイアントババが歩んできた道、もしかしたらリバーススプラッシュか、それともムーンサルトか、ムーンサルトじゃないですか、ムーンサルトか、ミサ耐えてくれ、ムーン、ミサはこれは耐えました。今の食らってたらもう返せませんでしたね。竹内さん、これはギリギリの勝負ですね。危ないとこだったですね、さあ果たして三沢にもエネルギーが残っているか、ベイダーも立てません。1月31日ジャイアント馬場がこの世を去り、そして3月ジャムの姿がどんどん現れました。正直言って三沢ミツハルにとってリングシューズを脱ぎたい、そんな日々が続いた91日間、それを乗り越えて 5.2 東京ドーム大会ジャイアント馬場引退記念三冠統一ヘビー級選手権試合、統一されてから60回の歴史を数えています。さあベイダー、もう一度ミサを捉えて、お、これはビッグバンクラッシュか、コーナー最上段からか、ニュートラルコーナー、ミサは、あ、ミサは立った、三沢迎撃の用意があります。エルボーを溝落ちに打ち込んで、さあどうする、より高いところから落とせばダメージは2倍3倍、そしていやいや10倍にもなります。ベイダーは170キロ、投げればチャンスは見えてくる。三沢、三沢投げるか、投げた、三
三沢投げました。そして先に立ったのは三沢。これこのまま行きたいですね。さらに赤コーナー三沢ベイラーリン、ダイビングボディープレス。さあカウント、カウントは中です。しかしこれは竹内さん、攻めている三沢もこれは苦しい時間帯なんですよね。かなり苦しいですね、でも先に立って打たなければダメですね。はい、さあ三沢先に立ちました。エルボーを打って、そして青コーナーにベイダーを添えて、どうする。これはただ投げてはダメ。三沢そのあたりはよく計算しています。青コーナー、おー、ディリディラ、三沢考えています。しかし南原さん、この三沢の攻撃もよく考えてますね、はい、いや理にかなってますね、やっぱり相手はベーダーで大きいですから、はい、どん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 一点集中、首とか狙っていった方がいいんじゃないですかね、まあ、もちろん同じ高さから持ち上げるのは大変だとすれば高いの。プロレスが異種格闘技戦を取り入れたり、選手の引き抜きや次の攻撃ですね。エグサリスイ繰り返してきた。ミサバーッとアゴヒップドロップ、ミサビッキー返せ。ミサはなんと無事を取りました。すごい競争ですよ。ミサはの表情引き締まる。王道を守るか、東京ドーム大会、ジャイアントママの引退記念に花を添えました。王道は守られました。竹内さん、はい、最後渾身のエルボー、三沢の力だけじゃなかったんじゃないですか。三沢にとってね、この三冠戦本当にやっぱり苦しい戦いだったと思うんですよ、はい、しかしね、よくそれを張ったり三沢プレッシャーに強いというか乗り越えてくれましたね、そして南原さん、はい、この試合途中の三沢の表情、ものすごいものがありましたね。いや僕はあそこまで感情を出す三沢選手初めて見た気がします。はい、まあここまで本当にベイダーにいいように蹂躙されてきた全日本プロレスマン、今三沢に UNHEAVY、 そしてジャイアント馬場さんとゆかりの深いインターヘビー PWF ヘビー3本のベルトが三沢の手に戻ってきました。三沢これで5度目の三冠チャンピオン君臨です。やっぱりこの3本のベルトよく似合いますね、三沢選手に。竹内さん、はい、本当に南原さんの言う通りですね。これはやっぱり日本の宝ですからね、そしてお聞きください、この三沢を取り巻く三沢コールではありません、全日本コールです。ジャイアント馬場は確かに1月31日この世を去りました。しかしそのジャイアント馬場が育ててきた王道は今宵 5.2 東京ドーム、三沢が三冠チャンピオンに輝くことによって再び守られました。そして新たなる王道が今日今この瞬間からスタートします。本当に素晴らしい三沢三沢の戦いでした。いつまでもこの東京ドームを埋め尽くしたお客さん、帰ろうとしません、微動だにしません、そして立水の余地もありません。それでは三沢の馬場さんが引退した日にチャンピオンに復帰しました、三沢三沢の選手です。本当に厳しい戦いでしたけれども、ついに
ペイダーを止めました。そうですね、まあ、まだ実感は湧かないですけど嬉しいです。本当今日の三沢さんのこの三冠戦、東京ドームのどこかで必ず馬場さんが見ていたと思います。まあ、馬場さんのね、こういうふうにメインイベントを飾れて、でなおかつ勝ってたことがすごく嬉しいことですし、まあ、馬場さんは今日で引退しましたけども、まあ、俺の心の中では社長はいつでも馬場さんなんで、その気持ちだけ持ってやっていきます。改めて馬場さんが持っていたインター、そして PWF、 また三沢さんの手に戻ってきました。その感触はいかがでしたか。まあやっぱりね、1回でも多く防衛記録をまた伸ばしていって、まあ少しでも馬場さんに近づけるようにしたいです。そして今日のドーム大会は去年を大きく上回る6万5千人の皆さんがお集まりいただきました。これだけ集まりましたファンの皆様の前にマイクをお預けします。三沢さんからメッセージをお願いします。今日は本当に前回よりも多くファンの人が見に来てくれたことは本当にすごく嬉しいことです。自分が勝ったよりもこんなに多くのお客さんが来てくれた方の方が今日はすごく嬉しかったです。どうもありがとうございました。見事チャンピオンに返り咲きました三沢光晴選手でした。ミケルさん、はい、チャンピオンになってもファンに、本当にファンを大切にする三沢のコメントでした。三沢らしい、非常に爽やかないいコメントでした ね。そしてなんといってもそれが一番馬場さんが大事にしてきたことですよね。これでですね、全日本プレスまさに三沢光晴に任せられますね。はい、南原さん、はい、今日のこの東京ドームの大会をご覧になって、三冠戦をご覧になって改めて感想をお願いします。今日のお客さんはお子さんからお年寄りまであらゆる世代の人が来てくれてるんですよ。それがみんな満足して帰るっていう、これが今まで日本のプロレス、これが王道じゃないですかね。今日は南原さんも王道を本当に満喫されたと思います。これからも全日本プロレスを含めて応援よろしくお願いします。今年の1月31日ジャイアント馬場さんがこの世を去り、この春ジャンボ鶴田がリングを去ったこの91日間、全日本プロレスの未来予想図の設計者として一切の責任を任された三沢、いっそリングシューズを脱ごうかと思い詰めた日がありました。しかしそれを思いとどまらせたもの、それは生前の馬場さんから教え込まれたファンの期待を決して裏切らない、ファンのためのプロレス、王道プロレスを受け継がなくてはという1年でした。そして今日三冠チャンピオンに返り咲いて、その王道は守られました。三沢率いる新生全日本プロレスはこれからもファンの皆さんと共に歩んでいきます。全日本プロレス中継、この放送は東京ドームより全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。